4. 質問に答えてください。男の人と女の人が話しています。最後に質問があります。質問に答えてください。例。もう12時ですね。一緒に昼ご飯を食べませんか？ごめんなさい。ちょっと銀行へ行く用事がありますから。そうですか。いってらっしゃい。女の人はどんな用事がありますか？1。仕事が終わってから食事に行きませんか？ごめんなさい。今日は映画を見る約束がありますから。そうですか。一人で行きますか？いいえ。友達と行きます。そうですか。じゃあ、また今度お願いします。女の人は誰と何をしに行きますか？ 2. あの、友達にもらったコンサートのチケットがありますが、一緒に見に行きませんか？いいですね。行きましょう。行きましょう。どうして二人はコンサートに行きますか？3。明日から出張ですか？はい。京都へ行きます。いいですね。京都に古いお寺や神社がありますから、見てくださいね。会議がたくさんありますから、見る時間がないと思います。そうですか。残念ですね。女の人は何の時間がありませんか？4. 京都のお土産は何がいいですか？八つ橋がいいです。桜の八つ橋がいいですか？祇園で作っている八つ橋がいいです。わかりました。探します。すみません。女の人は何を買いますか？